GM は10月20日、米国テネシー州スプリングヒル工場に投資を行い、次世代 EV の生産に備えると発表した。まずは、キャデラックの EV クロスオーバー車、リビックを組み立てる予定だ。キャデラック初の EV クロスオーバー車のリリックには、ブランドの最新デザイン言語を反映させた。新世代の EV にふさわしい新しい顔、プロポーション、存在感をもたらす大胆なデザインを追求した。これは従来の内燃エンジンとパワートレインの制約を受けない、将来を見据えたビジョンだという。張りのあるボディラインとクリーンな表面を持つリリックは力強くモダンであり、低いルーフラインやワイドなスタンスが特徴だ。フロースルーのルーフスポイラーなどのディティールは、高速道路での電費を最適化するためにエアロダイナミクス性能に配慮したことを表している。フロントのブラッククリスタルグリルは、リリックの表現力豊かなデザイン要素の一つだ。大胆な縦長のスリムな LED シグネチャーライトとともに、乗員が車両にアクセスした時、ウェルカムの意味を込めて発光する。リアでは分割されたテールランプにスリムな LED が組み込まれている。 GM は米国テネシー州スプリングヒル工場に投資を行い、次世代 EV の生産に備える。まずはキャデラックリリックを組み立てる計画だ。その一方、キャデラック XT6 と XT5 の生産もスプリングヒル工場で継続される。 GM はスプリングヒル工場では従来型のキャデラックと EV の両方を製造する拠点になるとしている。